はい、こんにちは。ギター講師、ウクレレ講師の斉藤正人と申します。今日はですね、なる練習のやり方とその思考、こちらをねお伝えしたいと思います。普段どういう風に練習したらいいのだろうとか、なかなか上手くならないな、これでいいのかなって思ってらっしゃる方、どうしたら上手くなるのかな悩まれている方すごく多いと思うんですけども、よくね僕の生徒さんも、たくさん質問ねくださいます。今日はですね、僕なりの言葉でアドバイスをね皆さんにさせていただこうと思います。最後までご覧いただくと何かしらのヒントになると思いますし、前向きな気持ち、勇気出るんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。上手くなるためにはどういう風に弾いていけばいいのか、楽器と向き合っていけばいいのか、音楽と向き合っていけばいいのか、多分一つだと思いますね。楽しく弾き続ける、これが一番大事なんじゃないかなと思います。で、そのためにもですね、どうやって自分のモチベーションを上げていくか、これはですね、人それぞれすごくいっぱいあるので、自分のモチベーションの上げ方を知るというのが、結構大事なことかなと。飽きないようにね、なるべく楽しく練習し続けたいと思いますので、そちらね、詳しく一つずつご説明、ご紹介していこうと思います。まずですね、たくさんの好きな曲をひたすらたくさんやる。嫌いな曲ってやっぱり、やっぱやる気出ないじゃないですか、あんまり。まずは最初自分の好きな曲からたくさん始めていくといいと思います。嫌いな曲でもですね、これは勉強になるな、ためになるなと思えばやれるんですけども、多分最初のうちはたくさんやりたい曲をやった方がモチベーションアップにつながりやすいと思うので、成果もこう見えやすいと思うんですね。なのでまずそちらからやった方がいいと思います。で、難しいところ、こう曲の中をやってきて、ここはいけるなー、で、ここはちょっと難しいなっていうところあると思うんですけども、そこはもう飛ばします。弾けるところだけまずはね弾いて、なんか弾く楽しさをやっぱりこう実感したいじゃないですか。一曲完成を最初から求めちゃう方って煮詰まりやすいと思うんですね。煮詰まるとやっぱり楽しくないし、だんだんこう楽器にこう向き合って生きにくくなる、楽器弾こうかなって思う気持ちが少しずつ減っていくという状況になりやすいので、一曲完成しなくてもいい、部分的でもいい。ただアンプするため、この曲はなんかアンプしたくて弾きたいっていう時は一曲をやり続けてもいいと思いますし、煮詰まったら違う曲に行ってもいい。やりながらね、ローテーションしながら練習していくっていうのもありです。で、少しでもできたら、ちょっとだけでもいいんです。できたら SNS とかにねアップして、みんなでねこう励まし合うっていうのもすごくいいと思います。目標とか期限を作るのって非常に重要なことなんですね。本当にその曲を完成させたいって気持ち、もちろんね最初皆さんあると思いますし、すごく大事な気持ちです。でも自分が思う完成っていうのはおそらく一生ないと思うんですね。非常に残念なことなんですが、僕自身も何かこの曲は完璧にできた、完成してると思ってる曲は一曲もないです。なんか自分が弾いてる時はすごくなんか気持ちいいんですけども、後から見返してみたりとかすると、もう後悔とか反省しか見えないんですよね。いいところよりもそっちの方が目立っちゃうんです、自分の中で。あくまで自分の中でだけです。なんかそういうものだと思うんで、僕は自分の演奏とかは後から見返したりしないです。もちろん大事な部分もあるんですけども、はいでそういう時にやっぱ SNS とかに思い切ってあげちゃってもですね、結構自分が気にしてることって他の人には全然ねどうでもよかったりすることが多分ほとんどだと思うんで、仲間がねこういて励まし合ったり、いいねもらえたりするとやっぱすごく嬉しいじゃないですか。そういう仲間ってすごく大事だと思うんで、一番大事なんじゃないかなと思うぐらいです。周りの演奏がすごくうまく見えるのはですね、みんなやっぱり頑張って何テイクもたくさん練習して、奇跡的に一番いいやつをこう上げてるんですよね。僕ももちろんそうです。うまく見えるのはやっぱ当然なんですよね。でもいろんな人のね演奏を見て勉強したり、やっぱ楽しんだり非常に大事だと思いますし、それが面白いのかなとも思います。はい、あとよく聞かれるのはですね、基礎を教えてくださいといらっしゃるんですけども、もちろん基礎と呼べるようなものはあります。ただそれは僕の中では初歩であって、基礎というものは実はあんまりないんじゃないかなと。なんか必ずこうしなければいけない、こういうフォームで必ずやらなきゃいけない、ピアノとかってバイエルから始まってっていうこう段階があって、その通りやればまあ上手くなるよみたいなのはあるんですけども、ポップスに関してはすごく自由なんです。何よりも個性を重んじます。人と違うことがいいとされやすいんですね。で、まあそれがいいという決まりもないですし、個性を全く恥ずかしがる必要はないんですね。もう間違ってても OK です。演奏中にふっと頭が真っ白になっちゃうときありますね。まあそれももちろん大丈夫です。OK です。みんななります。ただ挑戦すること、これがね、非常に大事だと思いますので、挑戦した全ての演奏に僕はもう拍手を送りたいと思います。勝ち負けはないです。
強いて言うならば基礎というのは自分の好きな曲たちをこうたくさんやっていく上で、次はこういう風に指が動くことが多いのかなとか、こういう流れとかこういう指の当て方がよくあるな、この次こうなるのかなとか、こういう風に弾いた方がいいよとか、自分の中では気持ちよとかしやすいなとか、統計的なものになってくるんですよね。こうなることが多いかもみたいな、そういう感じです。それはいろんな曲とかいろんな奏法を学んでいくうちに吸収していければいいと思います。で、いい演奏って何だろうって考えた時に、結局は答えって自分の中にあると思うんですよね。自分がいいと思ったもの、これが正解なんです。ただ、さまざまな演奏を見たり聞いたりして知っておかない、相対的に自分のことってよくわからないと思うんですね。自分を知るには、まず先人たちのすごい素晴らしい演奏とか、周りの演奏とか、いろんな方の演奏を聞いて学んでいければいいんじゃないかなと思います。あとはですね、楽譜はもう押しまず買うということがね、非常に重要になってきますね。無料の楽譜だと限界があると思うんで、無料楽譜というものは必ずどこかに変なところが必ずあるんで、買われるとねやっぱりいいと思います。で、僕もやっぱあのギターなんですけども、始めた最初の5年くらいっていうのは、もう好きな曲の楽譜をもう買いまくってました。もうこれもこれもこれもと、アルバムの1曲しか入ってなかった、これがやりたいんだって時はもう押しまずその楽譜1冊丸ごと買いました。楽譜買ったけど1曲しかやってない、もしくは1曲の半分ぐらいしかやってないけど、ザラにあります。無理に楽譜買ったからこれ1冊全部やってから次の楽譜弾きますっていうか、真面目な方ね多いと思うんですけども、これね、なんかじゃあ難しい曲にぶち当たっちゃったらどうするの、現実的に結構今厳しい曲なんだけど大丈夫ですかってなっちゃうと、頑張ろうとするとだんだんこう大変だし、だんだんこうなんか心が離れていくような感じがしちゃうってもったいないと思うんで、次の曲をねどん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 買っていくと、たくさんこういろいろやっていくうちに、今の自分にとても必要な曲奏法とか学ぶべきことがある曲に時々出くわすんですよ。そしたらちょっとこう階段登っていきやすいのかなとも思うんですね。これはもう出会いでしかないんです。人と同じ、人の出会いによって自分の運命変わっていくみたいな、なんかそういう感じですね。いい曲との出会いがいい音楽ライフにこうつながっていくんじゃないかなと思います。なので、それはもうやってみないとわかんない、もう買ってみないと、実際やろうとしてみないとわからないというところが大いにあるので、1曲300円とかの時代になってますから、もうちょっとバシッ試しにね買ってみるっていうのは結構重要かなと思います。はい、楽譜はね惜しまないというのが大事かなと思います。あとですね、いい楽器を買う、これもですね非常に大事だと思います。僕の生徒さんたちもですね、やっぱいい楽器買うと一気に皆さんレベルアップするんです。やっぱりモチベーション上がりますよね。いい音で練習できるっていうのはすごく大事だと思いますし、いい楽器っていうのはレスポンスというものが違うんですね。悪い演奏をすると悪い音が出るし、いい演奏をするととびきりいい音が出ると、良さがあります。もちろんね、金額によって様々ですし、なんかデザインとかでももちろんいいですし、なんか自分のモチベーションが上がる楽器を、いい楽器に出会うというのもね非常に重要かと思います。なんかチューニングが安定しないとか、なんか音が変だなって思いながら練習するよりかは、はるかにレベルアップがめちゃめちゃ早いです。あと、毎日ね練習しなきゃいけないのかなって思われる方多いと思うんですけども、毎日の練習というのはやっぱり理想ではあります。ただ、あくまで理想なんですね。無理をしたら続かないと思うんで、そこは無理しなくていいと思います。聞きたくなったら弾く、もうこれで十分です。ただそれが毎日だったらやっぱり理想ですよね。毎日弾ける、もちろんねお仕事とかでもお忙しかったりすると思うんで、夜弾けないとか家族がいるとかありますから、毎日弾けるのはあくまで理想ですよと、弾けたらいいねという感じです。で、もし毎日弾けるかなとちょっとでも思ったらですね、もう毎日弾くと心に決めてください。もう決めるんです。今日どうしようかなって悩む、その悩みのたびにこう選択肢が増えるたびにやっぱ疲れるんですよ。弾いてない日数が空くと心がどんどん離れていったりしますし、もちろん指もね多少なりとも少しずつ衰えていくものです。やっぱりスポーツ的な部分がありますので、で、選択を なるべく減らす、もう弾くと決めたら弾くんです。もう楽器はスタンドに立てかけたまま、楽譜はなるべく開いたまま、チューナーはつけっぱなし、思い立ったら10秒で弾けるような環境にしてください。できればスタンドに立てかけるのもケースから出すのいちいちめんどくさいですよね。そこでちょっと自分の中で一つ障壁になります。弾こうかなって気軽にパッと取って弾けたら一番いいんで、ケースから出さなきゃいけないな、ちょっとめんどくさいなっていう時点でちょっと心から離れちゃいます。で、チューナーはつけっぱなしです。チューナーどこだっけなって探す数秒数分、これが本当にもったいないです。やめましょう、つけっぱなしで OK です。で、楽譜はできれば出したまま、ちょっとこれ汚くて真面目な方、いちいちこうしまわれる方多いと思うんですけども、僕ちょっとそれあんま
まり合理的じゃないなと思ってて、もちろん部屋汚くなるっていう弊害はありますけども、ただ自分の部屋だし誰も見てないしということで、部屋がなければなんかもう横に置いとくとかでもいいです。なるべく目の見えるところにウクレレを常に置いとく、楽譜も置いとく、でやってる曲は開きっぱなし、楽譜を開くという行為だけで結構その動作以上に心が疲れるんですよね。なのですぐ出せるような環境、これをぜひできる限り作ってください。でやっぱり楽しく弾く、これに尽きるんですけども、楽しく弾くってやっぱ自分が楽しくないと意味なくて、どうなのかなあなのかなって疑問を持ちながら弾くのってなんかあんまり面白くないじゃないですか。これ最高みたいな感じで弾けたらもう本当にハッピーだと思うんですけども、そうなるためにもやっぱりテクニック、そして知識、これが多少なりとも必要になってきます。試行錯誤しながらね、いろんな方の演奏をこう見て学んでいくのもいいし、僕みたいなプロに、習ってしまうのが、もう最短距離です。これは確実に今最短距離です。はい、僕悩み悩んだ末の結果、時間途方もない時間かけた結果行き着いたポイントをバシッとお伝えするだけなので、数年分の時間短縮にはなると思います。で、楽しく弾くにはやっぱり弾き方の選択肢をたくさん増やしといた方が面白いと思うんですね。ゾロークの弾き方もたくさんあります。人差し指でジャカジャカ弾くのもあれば、ちょっと親指を加えて弱めに弾いたり、組み合わせてみたり、とかロールといって、ブラーンってこうね、ちょっとかっこよく弾いてみたりとか、ブラッシングとか、ね、テクニック、学ぶ、知るというだけでもかなり面白くなると思います。最初見よう見まねでもいいと思いますし、最後になりますけども、冒頭でご説明したように、楽しく弾くっていうことが何よりも一番大事だと思います。自分なりのモチベーションの上げ方、ぜひね、探してみてください。この動画でね、何かヒントになれば本当に幸いです。オンラインレッスンやらせてもらってます。お気軽にもお申し込みいただければと思いますし、このね、動画、こういうね、これからも発信していきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価ボタンを押していただけるとすごく励みになります。よろしくお願いいたします。ではまた他の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。頑張って。